えどうも吉です、えー、今回ですね、なんとお、お客様からですね、なんと、6000文字を超える、えー、メッセージいただきました。長文ですね。長文。6000文字っていうと、400文字の原稿何枚だ ?10 枚で4000文字ですよね。うん、<laughs> 原稿用紙10枚以上ですね。やばないですか。6000文字ちょっと言いたい。正確に言うと、6000、うん、 まあ正確にしましょうかカウントしたんですけど6359文字百五十九文字いただきましたありがとうございますまああのーまあ、今回ですね特典を結構つけてるきっかけとなったのがこの、まあ、お客さんなんですけれどもまあちょっとね話が盛り上がりましてまあその宇宙的な話まあ今回ですねちょっと全く関係ないんですけど 僕の持論というかねその宇宙の話をねちょっとしようかなと思うんですけどまあ別に興味ない人はもう閉じていいですよ。あのうん、僕の勝手トークしますんでまあその宇宙はなぜできたのかとか、まあ、宇宙の神秘ですね。まあこれは今あの科学的にいろいろな側面でこうなんでできたのかみたいなもちろんその解明はされてない部分はあるけれどもいろいろとね科学者の方が、まあ、こう。 あーだこうだやってるわけなんですけど、まあ、僕の見解から言うとですねまあ宇宙っていうのは想像なんですね想像うんパうん想像というかねパワーというかう,んこう,うまく言葉で表現できないんですけど実は多分ね宇宙ってね脳の奥底にもうあるんじゃないかなっていう僕はどう表現していいのか分かんないですけど そうう宇宙はね脳の中にあるんですよ。でその脳の中にある宇宙を開拓するとその宇宙と交信できるみたいな宇宙とつながるみたいなまあそのチャクラみたいなのあるじゃないですか、うん、この第三の目みたいな。こう第三の目っていうかねなんかこう,こうありますよね。でこ,うこのこう上に行ってこうつながるんですけど宇宙と。そのまあ、なぜ、まあ、これは 人間がこうできたのかとらかまあ、なあると思うんですよね、まあ、あの進化論を見たとしてもなんで猿から進化してるのに猿はまだいるのっていうどう思います猿から、ね、進化したのになんで猿いんのみたいなチンパンジーまだおんのみたいなチンパンジーと猿全部進化して人間になっとるはずやんっていう。 まあこれもないですけどね、うん。なぜ人間は知恵を得たのかっていうだからその圧倒的に人間と他の動植物が違うところって知恵なんですよ。これ知恵なんですね。知恵があるから知恵が授かったからそのなんだ火を起こしたりとか、まあ、速攻できたわけですよ。他の例えばその何だライオンとか。うん チンパンジーとか猿も火を使えないですよね。使えるやついいのかな火を起こすとか。火を起こして何かを作るとか。チンパンジーできんのかな猿とか。だからその知恵があ,あ,あったからなんですよ。じゃあこの知恵ってどっから来たのって話で。不思議でじゃないですか。この知恵ってどっから授かったのって。まあこれは都市伝説経由で言うならば、まあ宇宙からね、古来,来してきて。で、なんかある。 そのなんかそのに人間に知恵を与えた人がいるみたいなまあそのなんかその前の都市伝説の番組でそのどこのどこだったかなあのあるんですようんあのなんだっけなな,な,なんかそこに、うん、そのあるんですよね、うん、その都,都市伝説見,見てない人は分かんないと思いますけどそうそうだからね人間っつうのはね あのー、まあでもこれ言い出したらもうねきりがないんでね、うんまあ、好きな人は好きだし興味ない人は全く興味ないと思うんですけど僕大好きなんですね僕は大好きなんですねあ書き出し終わったかなあ書き出し終わったうんなんで宇宙ができたのか、うん、これはね うん、なんかね生命のパワーというかねな,、うん、なんだろうなこれ表現できないですね、うん、これをちょっと表現しろ言葉に語源具現化するっていうのはもうなんかその感覚的な部分でもあるので。 なんかでもね僕がそういう感覚的な部分を感じれるようになったのがあるんですねもちろん幽霊とかねまあそういう話ではなくてその感覚その第六感ってあるじゃないですかなんかそういう第六感シックスセンスとかそれ,それはまあありますよねそうなんかそのその感覚が僕ちょっとあるんですよ感じるっていうね、うん、なんかその よくその動植物でも自信がある前になんかその泣くとかなんかあるじゃないですかそういうの人間にも絶対あるんですけどでその第六感的な部分がちょっとですよちょっとなんですけど少し他の人よりあるかなっていうところが僕の中ではあるんですねだからその感じるっていうそうだからちょっとね僕感じるところがあるんでまああの 昔までは結構その何だろうなその感じちゃうんでまあ落ちるんですよそう僕もううつ病院というかもうやばいぐらい落ちちゃうんですよその感じる部分が強いんででで落ち,落ちたらもうそっから抜け出せないんですね、まあ、うつ病っていうはうつ病っていう病名なのかわかんないですけど。 まあ、とにかく感じすぎるんで落ちるんですよ。でこれ落ちっぱなしだと仕事できないわけですよ僕は昔ねもう相当もう死にたいっていうか,もうな,んかなんかいろんなもののね感じとかをこう落ちるっていうねそうだけどそれだと仕事が前に進まないので僕はそのそこの乗り越えていく上でその感情を自分でコントロールしていくっていう技をちょっと身につけたんですけど、まあ、感じるからその分いろんな視点で物事を解釈してこう その感情をコントロールするみたいなね私見つけたんですけどだけどやっぱ感じるんですよ今未だに、えー、感じる部分はね特にそのいろんなものを感じてしまうんでまあ僕はその鹿児島に拠点を置いた理由、うん、まあいろんな理由があるんですけどやっぱその浄化しないとなかなかやっていけないというか多くきゅう感じるのでまあその なんだ森とか自然ってその二酸化炭素吸って酸素を出してるじゃないですかそれは合ってますよね多分だからその自然がなくなっちゃうとその循環ができなくなっちゃいますよねだから僕はそのなんか自然がある鹿児島がすごくよくて自分の,その循環をすごくできる場所でだから鹿児島に行ってさらにその感覚的なところが少し さらにこう増えたのかなっていうところがありましてうん、うん、なんかちょっとまとめきれないですねこの話題は <laughs> これちょっとあまとめきれないなまぁ、あ、ちょっとねあのちょっといただいてるんですけど、まあ、まとめきれないですねうんうん まあいろいろ,な僕,いろな僕の感覚的な部分の部分とあとはまあ多分こうだろうみたいなところがあって感覚的な部分はそのなんだろうな、うん、人間の,脳,の脳って解明されてないんですけど全部がねでその人間の脳って100%使ってないっていうのは知ってますよね多分まあなんかその右脳と左脳があって、えー、その何十パーしか実は使われてないっていうで100パー使うととんでもないことが起きるみたいな。 だその脳の回路の中に実はその宇宙とつながるその奥底のこの回路があるんですよ多分。<laughs> そこにこうピコンっていくとピコンってなるっていう。とかあとはですねあのこの地球人間が知恵をまあその都市伝説でも言っ,て言ってる部分はあるんですけど人間が知恵を授かった理由としてはまあそのなんだろうな。 まあ、宇宙人の遊びもともとその歴史をたどると多分もともと地球人なんていうのは新しすぎると思うんですよ僕からすると僕からすると地球人なんていうのは新しすぎてもっと古代にもっと昔にいろんな人がいたと思うんですよ。うん、でその人たちがその宇宙にいてでその宇宙の人たちが地球にこう降りてきて。 お、なんかこの星面白いなみたいなな。みたでもこれだけだとちょっとこの星ちょっと発展しないからちょっと知恵を授けてみようみたいなねちょっと猿にちょっと知恵でもちょっとう埋め込んでみるかみたいな DNA もちょっと書き換えるみたいなねそうでそれでちょっとテストしてるっていうね <laughs> こいつらどういう動きするのかなみたいなどう歴史を作っていくのかなっていうゲームをしてるとか、ね あとマトリックス的な考えだったりとか2次元3次元4次元の、うん、だからね僕ねデジャブがめちゃめちゃ多いんですよこれね小学校の時からねそのデジャブって何かっていうとあのこれ見たことあるぞみたいな景色これ絶対見たことあるぞみたいなでもそのデジャブがなぜ起こるのかっていうのを多分科学的には解明されてない部分があると思うんですけどしかもそのデジャブっていうのが僕の場合のデジャブが 明らかに絶対見ただろううっていうデジャブなんですよこれ絶対見たもう絶対見た震えが出るぐらいのデジャブが起きるんですよ小学校3年とか小学校の時からいま、うん、だにたまに来るんですけどこれえマジでみたいないやこれえー、みたいなこれ絶対えー、みたいなかなんか時代を繰り返してるというかなんだろうななんか なんかね、これほんとうまく表現できないんですね。うん、そ表現できないですわ。なんかいろいろな考え方がありまして、僕の中でもいろんな考え方があって、別にどれが正しいとか言ってるわけど、どれでもいいと思うんですよ。別に僕はその答えはないと思ってますし、あの、無限の宇宙なんで <laughs>、答えはないっていう。うん。だからどれが正しいとかはないと思いますね。で、特に、 その僕の価値観とかなんかそういうのが形成される、まあ、一つの中でその正しい正しくないってみんな言言論破するじゃないですかこれが正しいとかあれが正しくないとか、うん、そんなんどうでもよくて僕はねあのこれ言っていいのかな、まあ、言ってもいいでしょう、まあ、よく言ったりする,するんですけど歴史が変わわれば人を殺しててもいいっていっう、うん、わけですよだから昔日本も戦争してた時人を殺してたわけじゃないですか。 で人殺してヒーローロだったわけですよね、えー、アメリカ人殺して、うんね、特攻隊も僕特攻のねここちょっといいですかあの鹿児島にね特攻隊のそのまつわれてるところがあるんですよで僕そこ行ったんですねで僕感じる感じれるんでその特攻隊の,その飾ってるところに入ったらもうブわーきてうーわーきてもう一瞬でその、まあ、特攻隊の方がこう。 まあその手紙とか最後の手紙とかこう置いてあるんですけどブワー涙できてブワーなってもう多分5分入れなかったですねそこにだすぐ出てきてあかんみたいな涙もブワー出てきてブワーって感じてしまってすごいんですよなんか魂っていうか魂がブワーいるみたいなブワーみたいな5分入れなかったですねあすごかったやばかったですねあれはだからまあそのね その命張ってね敵陣に突っ込む兵隊さんもいたわけじゃないですか特攻隊っていうな何が正しいのみたいな時代が変われば変わるっていうルールも全部変わるしじゃ何が正しいのっていう、うん、だからそのなんだろうなまあ宗教とか仏教とかもいろいろあるんですけどその時代が変わる中で自分の中でやっぱこれは 道徳というかねあのこれが正しいとか何かある程度の線引きがないとそのねその地球がこうぶっ壊れちゃうというかね、うん、例えばその道徳心というかそういうのがあるから、うん、犯罪も起きないだろうしでもそういうのがないとそういう教育とかがそういうのないとそう,そういう教えですよね教えがないともうな何でもかんでもやりたい放題じゃないですか。うん だからなんかその人間が生きていく上でそういうのが必要だしただ何かね何が正しいとかはないんでその結局自分の中であのフラットにね常にフラットで物事を見て常にフラットで物事を見てその正しい間違いはないとでもし一つあるとするならばもしその生き方とか何かそういうのに正しいというものがあるとするならば。 まあ自分が幸せに生きてるか生きてないかただそれだけっていう楽しく楽しい今日楽しい楽しくない楽しくいけたとかそういうもうシンプルなあただそれだけ、うん、今日は自分は楽しく生きれたのかなとか今日は何か人になんか価値を与えられたのかなとか与え与えん与えられ与えるみたいなとかなんかそういうその まあことかよくもうんか難しいなこれ <laughs> まあちょっとね6,000文字以上いろいろとねこう書いていただいたんですけどちょっとねこれをご具現化する具現化言葉にあんまり僕もこういう話しないんで一、うん、人でね、まあ、特にそのビジネマインド系は話しますけどもこっちのエネルギーとか宇宙の話っていうのはまあその正直ですよ うん、興味あある人ってあんま少ないわけで,すよでもねこれも面白くて限りなくこの話に興味ある人って少ないんですよ。だけどなぜか知らないんですけど僕の周りにはそういう興味ある人が寄ってくるんですね。うん、これ不思議だなと思うんですけど、うん、これもね引き寄せの法則というかパワーの因果関係があると思うんですけど。 うん、だから僕から出てる何か気だったりパワーっていうのがこのリンクするっていうかねリンクしてこうだって、ね、日本でも1億3,000万人ぐらいいるんですかね、まあ、世界規模で見ると60億人70億人いるの中での,その確率論って言って相当すごいじゃないですかしかも僕広告費僕かけてないですし YouTube でねちょっとやってるだけじゃないですか再生数も。 ね、そんな言ってないですよねネットビジネス系とかの話で言うならば、まあ、その中でその自分こ,この話ができる人と巡り合う確率って結構少ないと思うんですようんそうまあ僕あのー、ちょっとねあのー メッセージいただいた中でそのハートフルライブ聞いてくれましたっていうことでその森くんですね森くんっていう子がいるんですけども森くんはですねそっち系も話せるんですよだから僕そっち系話せる人はあんま、まあ、今まではねその一緒にビジネスでやってる特にその情報系ですよね情報系情報詳細みたいなね情報詳細みたいな このジャンルでの人たちの中でこの話ができる人ってまずほぼいないんですね。うんまあ、お客さんの中ではまあまあちょいこう出てきたりとかしてるんですけどこの販売者としてね販売側でうさんくさいこのねいろんなそのうわーの中でそっち系話せる人ってあんまいないんですよ。でその森くんは結構いけてほんで話合っておす「で都市伝説」もめっちゃ好きで僕もめっちゃ好きなんですけど。 で、そのハートフルライブっていうのやってるんですよ。まあ、この YouTube の下にね、シェアしときますけども、今度ね、こと今月、ちょっと森くんとまたコンタクト取って、またちょっとね、あの、いい、え、コンテンツ作ろうかなとは思うんですけど、この話はね、なかなかね、ちょっとね、あどうですかね。うん でもね熟成さんにですね宇宙めっちゃ好きなまあレイナさんっていう人がいるんですけど宇宙めっちゃ好きなんですよ。でその以前その,あの家に行った時にそのなんだそのなんかほそのネット配信の放送のやつが見れてその海外のドラマとかその宇宙がどうできたのかとか、まあ、そういうのがいっぱいあってもうずっと見てました。 宇宙がなんでできたのかみたいな <laughs> めっちゃ好きなんですよ。そう,そうなんかロマンあるじゃないですか。宇宙って宇宙ってロマンじゃないですか。古いですか表現方法が。そ<う>やっぱね星星星を見上げるだけでなんかなんかすごくないですか。広大なその宇宙が広がってるんですよ。 だからあ人間の脳の脳中も広大なんですよねめちゃめちゃその計り知れないパワーを持ってるんですよ人間の脳って。もともとその本来動植物が、ね、持ってない知恵っていうのがこう授かった時点ですごいんですよ。だ本当におかしくないですかなんで人間のような知恵が他の動植物はないのかって。 例えばカエルさんがカエルさんが人間と同じように喋れてもおかしくないあの別にいいわけじゃないですか。何で人間の形の下なんでこういう目と目と鼻は、まあ、アメリカ人とかねその外その諸国によってその国によってちょっと色とかね 髪髪の毛ののの毛毛色色とととは違うかののかねね鼻が高いとか、ね、ちょっと差はありますけど大体一緒じゃないですか目はここにあって鼻があって口があって耳があって髪の毛吐いてみたいな一緒ですよねベースはうんじゃあなんでベースが違う知恵がついた生き物が存在しないのっていうこれおかしくないですかね別にライオンさんが喋れてもいいわけじゃないですか「おうむじゃんおい!」みたいな。おいみたい ね、なんでみたいな <laughs>、ね、別にその,、ね、その進化の過程で別にその人間このような形じゃない生き物でも知恵があったらなんかいろいろできたと思うしだからこれもね七不思議なんですけどななぜなのかなこういうのねこれ多分ね24時間語れますねこの「なんでなの?」みたいな。 ああ確かにねとかいやそれそうなんじゃないみたいなまあ答えはないんですけどね答えは別にあえどうでもいいんですけどそういうのね多分いけますねうんだからまあ生命の神秘というかうん、なんかそういうことを考えるとまあ思想というかねなんかそういうことを考えると 考えられるるようになると別に考えなくてもいいし、まあ、ここまで聞いてる人ってほんと好きじゃないと聞いてないと思うんですけどもんかそういうことを考えることによってどういうメリットを得られるのかっていうとその宇宙的にに物事を見れるるよようになるんですよだってこの考えてることが大きいじゃないですか宇宙って。ね。でも今のちっぽけな悩みって宇宙から見たらもうめっちゃちっちゃいんでだからこういうことを考えられる人ってあの。 あんまあ悩みはもちろんあるんですけどうんまあまあまあそのなんかその自分の好きなように生きて生きられるっていうか要は宇宙的な考え広い視点を持ってる、うん、広い器を持ってるというかね、うん、だけどこういうことを絶対考えない人ってもう目の前のお金がないとかね辛いとか。 多分宇宙のことと考えられないと思うんですよ僕もねこれねすごく不思議なことがあって成功してる本をたくさん読んできたんですけど今はね最近読んでないですけど成功してる人たちって必ず宇宙の話をするんで結局宇宙なんですよでなんかこれ聞いた話だと本当にめっちゃ上の人たちいるじゃないですかもう成功してるもうトップみたいなでその人たちが集まるとなんか宇宙の話しかしないらしいんですよねぶっ飛んだその宇宙の話しか。 うんまあ、これ聞いた話ですけど、うん、だから、まあうん、まあ宇宙を考える宇宙を思想する宇宙を思想する思想ってどういう意味だ宇宙を思想するっていうのがまとめるといいのかな思想思想心に思い浮かんだことを考え特に生活の中に生まれその生活行動を支配するものものの見方思想宇宙を思想する 宇宙を思あこれでいきましょうタイトル宇宙を思想する宇宙を思想する,宇宙を思想するあこれいいんじゃないですか宇宙を思想する、うん、宇宙を思想する、うん、これいいっすねこれタイトルにしましょう宇宙を思想する、うん、いやーこれぼやいたらねちょっとキリがないですね でもね、僕はあのー、これからもその宇宙と光神というかその未知なるパワーっていうのがあるんですよ。その未知なるパワーっていうのを僕ねエジプトとかにも行きたいんですよね。だから多分エジプト絶対行くんですけど、エジプトもそのねエジプトのこのピラミッドもねいろいろなであのー、その評論家でいろいろこうしたアーダコーダとかありますけど、まあ物理的に考えておかしいんですよね。だかエジプトにもその。 なんかその宇宙船が描かれてるとかね都市伝説もありますけどもかなり昔なのになんでこんなちょっと機械がこう刻まれてるのとかいろいろな穴伏が、ね、あるんですけどエジプトにも行きたいしあとあそ,このあそこにも行きたいんですよねあの天空の城ラピュタみたいなあ,のあるじゃないですかあのすごい山の上に町みたいのがある天空の城ラピュタみたいなあそこにもちょっと行ってみたいですよね 死ぬ前にね僕ちょっといろいろ行きたいなと。いろいろ行くためにもやっぱネットビジネスはね神だなと思うんですけど。うん。だからそういうエジプトでね動画撮って、その海外でね僕動画撮ってこういろいろやりたいなっていうところがあるんで。うん。だから死ぬ前までには行きますよ。せっかく地球人として生まれてね、地球を見ずにやっぱ死んでいくのはもったいないなっていう。だから僕は、まあ、ちょっとこっからスイッチしますけど、 まあ今更スイッチも減ったこれもないですけどやっぱねネットビジネスは僕はそういうその自分が見たことがない世界に飛び込むためにもそう,いうそういうところに行くためにもネットを活用したなんかビジネスっていうのをやっぱあした方がいいと思います、うん、だから僕が教えてるドリームアカデミーはですね情報を発信する例えばエジプトに行ったとしてもエジプトで体験したことをブログで書けるじゃないですか であとブロ、まあ、その世界の旅ブロガーみたいな人もいますけども、まあ、それをインスタでね、写真で投稿して人気になってる人もいるし世界を旅してだからそのインターネットは今どこでもあるのでそこで体験した他の人が体験してない情報別にそのお金もけじゃなくてもいいわけですよ。わ、ね、かりますだからそ,ういうそういう情報を発信してそこでアクセスを集めてじゃあブログでアクセスを集めてそこに広告貼ればそこでお金稼げるわけですよ。だから要は まあ何かそのネットを使って情報を発信するというそ,のそれを覚えることによってどこでも仕事ができてどこでも収益を出せるだからどこでもまた行けるっていうでも行けば行くほどそこを体験したそこで得られた価値,価値っていうのを表現できるわけじゃないですかほとんどの人は行,か行けないですよね普通の仕事してたら例えばチベット行きたいっつってチベット行けないですよね僕行こうと思えば行けるんですよ今ね行こうと思えば。 ただまあ日本の仕事もありますんでちょっと落ち着いてねこっちは落ち着いたら世界行こうかなと思ってますけど行こうと思えば行けるわけですよ今から飛行機のチケット取ってね行こうと思えば行けるわけですよ、うん、だから今は僕はその日本の仕事まあ日本の仕事って具体的にその全国まだ回ってないですよねこの出版記念47都道府県まだ回りきれてないんで <laughs> まずそれ回りたいなもう,こう本出版してから結構経つんですけど 出版記念言うてもう出版何年記念のやつみたいな四47都道府県回りきれてないんでまずそれ回ってからですかねまずで47都道府県回ればもういいかなっていうこ2016年出したんでもう2年経ちましたね2年二年経ってまだ出版記念で回ってるっていうね47都道府県まあまああるんでね車で行ったりとかしてますから いやでもね宇宙宇宙宇宙を思想するっていいっすね宇宙を思想するうん多分まあなんかその言葉で表すんだったら宇宙っていうのは何かっていうと宇宙を思想するそうこの感じがその思う思うが2つ入ってる思想の感じって思うが ななんだろう,なこれう漢字にも七不思議がいろいろあるんですよ漢字にもいろいろ意味合いっつうのが例えばこれ思想だったら思うっていう漢字があるじゃないですか思う自分で思うで思想の層が相手を心相手を思うなんですよね、うん、そう相手を、まあ、相手の漢字で心みたいな相手を思うみたいなそうだから自分の思ってるものと相手の思ってるものまあ他者ですよね他者は思ってる こ,このこれがぶつかり合って宇宙みたいな何か、ね、多分ね宇宙を思想するっていうのが一番いいんじゃないかな、うん、その宇宙はなぜできたのか思想から生まれたよみたいなかっこいいな宇宙とは何か思想から生まれたそう思う気持ちというかパワーというか何か。 なんかビッグバーンとかねまあいろいろなそのなんか爆発して電子原子がどうのこうのみたいないろいろありますけどまあそれ以外のパワーがね絶対あるはずだと僕は思いますけどもただ何が正しいのかよくわからないとまあこれをあだこうだ言うのが楽しいんですけどね <laughs> まあでもね宇宙を思想するっていうのは一番なんか僕の中ではあのななん,かなんとなくかなって、うん だから、ね、その思うっていうのはその松下幸之助さんとかもあの思うことがから全てが始まるよみたいなことを言ってるんですよねそう思うことから全てが始まってる起点だみたいな思わなければ何も始まらないみたいな、うん、いいっすかね <laughs> もうこの辺にしときましょうか、はい、まあちょっとあの全く関係ない話なんですけども まあちょっとね、今回その6 0 0 0 3 5 9文字を頂い,いたので、まあ、吉谷さんはそのなんか宇宙に対してどう思いますかみたいなそうそうまあこんな感じで頂い,いたんで、まあ、宇宙を思想するっていうのが僕の中で、まあ、まあこの言葉に表すのは非常に難しいんですけどそのパワーパワーを言語化しろって難しくないですか 気を言語化しろとか非常に難しいですよねそのあのなんだ波動を言語化しろとかなかなか難しいですよね、うん、そのチャクラチャクラが開いた時のそのこの漢字を言語化しろとかなかなか難しいですよね宇宙とつながった時のこの漢字を言語化しろとか、ね、非常に難しいですよね、うん、だ宇宙を思想するっていうのが一番 なんか僕の中では今、あのー、まあ、この話している中で。まあ、まとめるとそれならば、それがいいんじゃないかなと思います、ね。宇宙はなぜできたのか、思想からみたいな、うんうん。はい、終わります。ありがとうございました。